ナプロキセンは、方向属カルボン酸に分類される、有機化合物で、鎮痛、減熱、抗炎症薬として用いられるヒステロイド性、抗炎症薬の一種である。抗学活性化合物であり、薬物として有効なのは引く、体のエナンチオマーである。ナプロキセンをはじめとして、エンセズの中には、プロピオン酸系と呼ばれる一連の化合物群がある。 それらはいずれもプロピオン酸の2位が方向間で置換された構造を持つ光学活性化合物でエス体に望ましい生理活性があることが知られている。そのためエス体の日換プロピオン酸を立体選択的に売るべく多くの研究がなされてきた。以下、ナプロキセンのラセミ体の光学分割法およびエス体の立体選択的合成法について一例ずつ紹介する。 工業的に用いられた大量合成法を下の図に示す。2、ナフトールから出発して、BR2 による二周素化サ酸水素ナトリウムによる部分還元、ウィリアムソン合成によるメチル化、グリニャール主役に変換後、2、ブロモプロピオナートとのカップリング以上の段階を経て、ナプロキセンのラセみたいが得られる。これに、 N アルキルグルカミンともう一種類のアミンを0.5等量ずつ作用させると、ほぼ低なプロキセンと N アルキルグルカミンとの塩のみが不要物として沈殿する。これをろ過で取り、中和すると低なプロキセンが得られる。ろ液ではアミンの作用によりマイナスなプロキセンをラセミ化させることができるため、ここから同様にして、再び低なプロキセンの塩を取り出すことができる。 なお、このような光学活性カルボン酸の光学分割の手法は、ポープ PG 法と呼ばれる。エスタイのニアリールチカンプロピオン酸はまた、不正合成の標的化合物ともされた。ナプロキセンを合成する場合は、数のようにニプロペン酸のプロキラルなアルケン部位に対し、図の手前側から水素を付加できればナプロキセンが得られる。ノヨリラは1987年に、 彼らが開発した、廃医師、BINAP を持つ、ルテニウム作体 r u b イ n ー a p 2を不正触媒とし、これと、水素ガスを用いた不正水素化により、低ナプロキセンを定量的に、かつ共造体化上率97%、イエーと高選択的に得ることに成功した。これは、ノよリラによる、不正水素化の中のほんの一例ではあるが、不正廃医師としての BINAP の優秀性を、 よく示すものと言えよう。その後、KT1、ME デ v ビスにより、水溶性を付与した RU、BINAP 系触媒を、エチレングリコール溶液として探知した、浸水性の多孔質を用いて、シクロヘキサン、クロロホルム溶媒との二小系による、同様の不正水素化が開発され、その中でも引くナプロキセンの選択的合成が、達成された。ナプロキセンは、 消炎、鎮痛、下熱剤として用いられる。商品名はナイキサン、サリチルロン、ナロスチン、モノクロトン、ラオセンなど、1976年に初めて上司された。2020年2月現在日本では医療用医薬品のみ、米国等ではアリーブなどの一般用医薬品も発売されている。ナプロキセンはアラキドン酸からプロスタグランジンに至るまでの、 代謝経路のうち、シクロオキシゲナーゼ活性を阻害することで、抗炎症作用を表す。ハリングテン、PJ ローデベック、EORG、プロセスレス、デイブ、1997、1、72、大田、T タ谷、H 北村、M 長井、K のより、RJORG、ケム、1987、52、3176、1、 KT デビス ,ME Nature 1994 370 449 AHA Statement Recommends Doctors Change, アプローチスプリスクライブリング Pain Relief Birds for Patients with or at Risk for Heart Disease, American Heart Association Heart, アパイン Relief That's Safe for Your Heart, Harvard Medical School. ありがとうございます。